ペースに流れていきました。アデミルソン、アデミルソン入れた、後ろから倉田、ね、はい、倉田、アデミルソン、宇佐美が入ってきた、宇佐美強くはチャレンジできないと思うんで、2人の間うまく抜けてますよね。あとはもう右足振るだけなんですけど、小野瀬が入れます。おー、ヘディング、デミルソン、出口が持った時に高尾が内側入りましたから、ちょっとね、長野だと思いますけどアプローチ遅れましたよね。左に流れています。間を通して、さあ倉田、倉田折り返して藤原、押し込む、決まった、まあまあ、進藤のアクションに対しては君見てもちょっと遅れてますので、はい、まあ、全て頑張るのが早く、渡辺和真、もともと渡辺和真はこういうシュートはうまいですよね、はい、高い位置でボールを取りに来るんじゃないのかなと思いますね。さあ藤田から長井に入れて、セルジーヌのシュートが来た、ゴールだね、続いてましたよね。ここもそうです、誰も言ってないですよね、3枚囲んでるのにね。で、非常にシュート、ボールをもらって縦につけて、スルーパス通りました、これチャンスです。そのまま中川が入れる、シュートはオンゴール、視界に取られてない立ち方になっちゃってるんですよね。なるほど。でここは藤田はカバーはできない場所ですから、フォーバックなんですけど、ちょっとやっぱりこうクロスボールは一山越えて、チャンス、中川仕掛けて入れる、いいタイミング、右足ようなキックなんですけども、なるほど、まずこの高野のボールが良かったですし、まあ、向かっていきながらボール1個分だけずらしてるんですよね、はい、待ってください。松本から、はい、こぼれて田中シュートで行く、決まった。選手もね、入り方いいですよね。相手の背後からキーパーの前でしっかりとボールを触る動き出し、はい、入り方というのは良かったと思います、はい、まだボール残っている、ネット浮かした、ファーサーでヘディングシュート、決まった。最後はちょっと岡野とキーパーが接触するようなところもあって、最後は岡野にボールが当たったでしょうか、はい、三田からのボール、ーそのまま入った、先制 FC 東京は三田、行きましょう。あ、おそらくニアサイドを狙った、中は高さのある選手揃っている、今のトス、そして今度は川崎、こぼれ、押し込んだ、豊田、少なくなってきてますし、もうこのパワープレー、小野からのボール、遠サイド、フィジカルも強いので、はい、ある程度こうショットアウト、おっとダンクレーの背中を押して森島折り返し、木田垣のシュートだーし、こうフィジカルの強い選手に対して前がかりにプレーさせるのが一番嫌なわけですよね、はい、やっぱりそこは足元の違いはあるんですよ、まあ、同じような形なので、はい、もう完全にマッチアップする形が多いですからね。ビジャのスルーパス、チャンス、古橋だまだ来ないだろうというのは多分あったとは思いますね。で佐々木も、まあ、古橋のことは見てましたけども、ここに専念しています。野上のパス、破った、破った、チャンス、ドグラスビエ、後ろから稲垣だ、まあ、でもこれもあの野上が出塁を作って上がってきたとこからなんですね、はい、それで斜めのボールをドグラスビエがうまく受けて縦から入って森島狙った、どうかっていうのがまず一つですね、はい、まあ、いいところを狙いましたね。田中純也、イニエスタが足元にズバッと入れて、田中純也だ、ズバッと入れたイニエスタ、まあ、いいところにいましたけども、はい、
やっぱりバウンドしてハイエル、おチャンス、森島流し入れたぞ、後ろから来たー、川辺、川辺、やっぱり運動量が生んだゴールだとは思いますね、はい、森島だ、後ろからもう一回打ちます、清水こぼれ球、ドグラス・ビエイラありましたけど、はい、まあ、ある意味なんでしょ う, こう神様が最後今日よくやったってドーグラス・ビエイラにねボール、神戸アウェーゲーム4ゴール、ホームゲーム5ゴール、あーイクラが捕まった、イクラが捕まった、空いてたゴールに流し込み、まあこれもやっぱりドーグラス・ビエイラでしょうね、ですよね、はい、数字にさらにブエノもいる、ファーサイド折り返してきます、そのまま押し込んだ、犬飼今シーズン2ゴール目です、ね、まさに変化つけましたよね、これ長木ですよね、ファーポストに入れてるんですよね、でファーポストに入れてここを折り返したところを、スローインはオフサイドないですからね、頭で落とす、ドグラスでですね、左足でシュート打てるようなポジションこれ取りますよね、カバイの落としですね、そうなんですね、シンプルに橋岡クロス、コロキー追いつきました、レッツ元コロキー、そうなんですよ、セカンドボールっていうのはどうしてもねボールウォッチャーになりやすいですからね、守備側ね、ボレーシュ見事、こうシュートの選択しましたよね、このプレー見事ですね、でこの前から準備をしていた阿部に関してはもう投入をします、どうする、そして家永へ、家永からのクロス、ニアに谷口、うわゴリー、先制川崎です、さあ阿部キープをしながら上り坂からグラウンダー前足の上り、中村健吾だ、追加点川崎フロンターレ、追加点が入りました、相手を引かしたところから、そうですね、ここのランニングパスのタイミング素晴らしかったですし、このセカンド森田からすぐ縦に送る、中村から斜めに入ってきた阿部だ、阿部トラップしてのシュート、3点目、素晴らしいコースですけども、阿部からすれば彼のシュート技術からすれば非常に簡単だったそうですね、ニアですね、キーパーが動いたところをニア抜きましたね、ですね、ニアに小林修だ、ことごとく入っていきます、斜めに走っていったんですけどね、そこで2つ選ばせましたよね、家永に、なるほど、家永はここからシュートだ、おお、ポストこぼれ球、セカンド長谷川詰めた、追加点が入りました、湘南もかなり動かされてますから、ここに対する反応が遅れましたね、はい、